ナーワンスークサーウィット高等学校は、太陽国のノーンブワラムプー県に所在する高等学校である。ナーワンスークサーウィット高等学校は、ナーワン軍の高等学校で、ノーンブワラムプー県は以前は、うどん谷州ナクルン地区のナークラーンスークサーウィット学校として知られていました。1978年3月30日に設立されました。 1978年5月に初めてオープンしました。120名の学生がおり、4名の教師が割り当てられました。ペラポールスリラオ氏は元教師です。この地域は一般的に西から東に向かって傾斜しています。エリアは主に粘土、粘土、粘土です。それは栽培の問題です。地域再生水は非常に強いです。うどん谷の最初の言葉。 学校は、うどん谷県のナクルン地区のタムボンナラオンにあります。まず、美味しい家を使うのが教える場所です。最初の校舎は1980年に完成したインザナイン建物で、続いてラッドチャプルーク建物が完成しました。中学校で教えるために教育省によって承認された学年度1992まで、その後、1993年、 ルーイ県に隣接するドン谷の西側にあります。ムアンノーン・ブワラムプー軍、スワンナ・クーハー軍、シーブン・ルアン軍、ナークラーアン軍、ノーン・サン軍及び、西ミ地区。それは1993年12月1日に、ノーン・ブワラムプー県として宣言され、政府広報ボリューム。110、パート125、1993年9月2日付。 ナーワンスークサーウィット高等学校は地区に一致しています。ノーンブアラムブーケ2537年4月30日まで、内務省はナクルン地区の5つの地区、すなわち鉄砲切り、奈良を中江、ワントン、ワンパポムを発表しました。純粛な王として育った。当時、学校名は地区名に変更されました。 ナーワンスークサーウィット高等学校高校生の生徒数が増加したため、中学校はナーワン軍です。そのため、1995年に新しい学校ビルリーラワディ建物を建設することが承認され、将来的に学校の拡張が行われるよう支援されています。その後、2003年にはノーンブワラムプー検証のナーワン軍を夢見て、 一つの学校の学校として教育省に選出されました。これは当時の教育改革の目覚ましいプロジェクトです。ナーワンスークサーウィット高等学校の様々な学校の潜在的で質の高い学校はナーワン軍での学習の重要な源泉となっています。そして地方レベルで多くの賞を受賞しました。北東及び全国レベル先生と学生の協力のもと、 ノンブアランプーでは学校が人気を集めています。ナーワンスークサーウィット高等学校も選ばれています。アセアン共同体ノンブアランプー県の開発リーダーシップの学校。どの地区での教育の発展学校はナーワンスークサーウィット高等学校を過ぎた。それだけではできません。同窓会のナークラーンスークサーウィット学校、トンクラナオンウィットクラブ、ナーワン軍病院。 南湾軍の教師や学生など成功するためにはあらゆる分野に頼りにしてサポートを得ることが重要です。ありがとうございます。